秋葉原悠々屋敷霊女編、前野さんです。すすきのクラブパーティー、主導京介です。この前、僕の守護霊が12月の宴に出ろって言ったもんだから。出場のきっかけは、まあ前回ちょっとスプリットで判定負けしちゃったんで、まあ、個人的にも納得いかない内容だったんで、自分自身が改めて自分の強さを見せつけに宴に帰ってきました。よろしく。まあわざわざ北海道から歌舞伎町まで来てもらうと思うんですけど、当日は僕たちの呪いで動けなくなっちゃうと思うんで、楽勝ですね。試合内容としては、まあ、バチバチに蹴りも殴りもありの宴らしくもキックボクシングの試合をしていきたいなと思うんで、ぜひ見に来てる方々も楽しんでほしいなと思います。悠々屋敷のクロスパンチ。必殺技は、まあ、一発一発で、まあ、かなり前回よりもレベルアップしてると思うんで、全てが必殺技だと思って楽しんでほしいなと思います。よろしく。当日はいい試合にしましょうね。まあ硬くなっちゃって動けないでしょうけど、硬くしていいのはあそこだけですけどね。だか、まあ、対戦相手の印象は、まあ、かなり綺麗なキックボクシングをする、まあ、経験者の方だと思うんですけど、選手だなと思ってるんで、まあ、本当さっき言った通り宴らしい戦いプラスキックボクシングの試合としても高いものを見せれたらなと思うんで、ぜひ一緒に盛り上げましょう。悠々屋敷霊女編は和風の店内で可愛い幽霊ちゃんに取り憑かれることができます。女の子好き、お化け好き、どんな方でも大歓迎です。いつでも来てください。クラブパーティー最近リニューアルオープンして、お店もめちゃくちゃ豪華に改装したんで、北海道のすすきのにぜひ遊びに来た時は立ち寄ってほしいなと思います。俺が主役。俺が主役。各コーナー、悠々屋敷霊女編、前野さん選手、各コーナー、パーティー、指導京介選手の入場です。
でさあ参りましょう。判定が決まります。なお
初心者諸君が初心者株式会社インドサラよりホワイトバック歯磨き贈呈いたします。プロイヤーの皆さんとご来場ありがとうございます。見事無事勝利することになりました。よっしゃー、はい、まあ、前回ちょっとね、うがいない形で負けてしまったんですけど、自分今35歳で、ことでキックボクシングも始めてまだね、数ヶ月というか1年経つかなくらいの、一応経ってない、短いんですけども、本当皆さんに僕を通して年齢なんて関係ないぞと、何歳からでも始めれるし、何歳からでも挑戦できるっていうのを証明したいなと思ったんで、本当にありがとうございました。プロ野球の皆さんもついてくれた、パーティーの皆さんもありがとう。パーティー最高、ありがとう。